はいどうも、走れ追いチャンネルです。皆さん、今日はですね、自分のバッティングの映像を見てもらうんですけど、自分来年から7年ぶりに軟式野球をプレイします。まあずっとこの7年間硬式をずっと打ってましたので、バッティングのポイントが硬式の打ち方をずっとしていました。で、硬式を引退しまして、軟式を打った時にやっぱりボールを切ってしまったりとか、あとポップフライとかですね、ポップフライになったりとか、どうもこうミスショットが多いんですよ。で、やっぱり聞くところ軟式と硬式は打つポイントが違うとか、打ち方とかちょっとフォームもまた変わってくると思うので、またこの、結構最近ですね、結構打ち込んでいます。で、まあ打ち込む中で自分がいろいろ気づいたことがあるんですけど、結構軟式の場合は詰まった方が飛ぶっていうのをよく聞きますね。で、今日はこの後バッティングのマシンで打ってる映像を流すんですけど、ちょっと自分がそれをさっき見てて思ったのが、結構硬式の時は自分ポイントを引きつけて少しこう左肘がつくぐらいでこう打ってたんですけど、ちょっとこの後流れる映像を見るとですね、ちょっとポイントが前になってるんですよ。こういう感じで、今までは少しこんぐらいでこう打ってたんですけど、軟式になってからちょっとこう前になってる感じがありました。で、それは別に自分意識してるわけじゃなくて、多分こうずっとマシンとかティーをしてるうちに軟式ボールを打っていく中で多分自然と前になっていきました。ただこの自然と前になっていったのは正しいかっていうのはちょっと分かんないんですけど、多分今までの硬式の感じで打つと全部こう切ってフライだったので、少しこうラインで入れるようになって、こういう感じで入れるようになってから、なんか少しポイントが前になったかなって感じですかね。ちょっと意識の中ではこういう感じで打ってたんですけど、ちょっと映像を見てみたらちょっと前だったので、まずこの後研究していこうと思います。とりあえずこの後ですね、自分のバッティングセンターの映像を流すので、皆さんからのアドバイス等あればぜひぜひお願いします。では VTR いきましょう。はい、はい、というわけで早速バッティングをご覧いただきます。今回はマシンは135キロの設定で打っていますね。ちょっとスローとかは流さないので、とりあえずこのノーカットで流していくので、アドバイス等があればぜひぜひよろしくお願いします。結構軟式に変わってから打ち込んでやるので、最初よりはマシンだったんですけど、ただやっぱりミスショットがまだ目立つので、ちょっとマシンはですね、テンポ一定なんで、それにはちょっとしっかりとミートできるように今後していこうかなと思います。ではご覧ください。
というわけでバッティングを見てもらったんですけど、やっぱり自分が思ってるよりも少しポイントが前だったかなと思います。本当にさっき話したように意識ではこの辺で打ってたんですけど、映像を見るとちょっとこの辺で打ってましたね。できれば肘をつけて打ちたいんですけど、ちょっとそれだとやっぱ打てなかったからなのか、ちょっと勝手に多分変わっていったので、またですね今後練習の中で意識してやっていこうと思います。はい、というわけで、皆さんからの応援コメントもしくは、アドバイスがありましたら下のコメント欄にお願いします。ちなみに今回は、マシンは135キロを打ってたんですけど、まあビヨンドなんで結構こう当たれば飛んでくって感じがありましたね。そのわけでアドバイス等がありましたら下のコメント欄にお願いします。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、そして Twitter のフォローもよろしくお願いします。では、あーでした。はい、そして今月のプレゼントはこちら、ズームス YH の軟式鏡10ミリアップです。こちら持ち替えが非常にしやすいグローブとなっていて、内野手は必見のグローブとなっております。こちらを12月のチャンネル登録、そしてコメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。発表は今年の末に行います。あーでした。ありやした、ありやした、ありやした、今日も見てくれて